大谷選手が104年ぶりとなる2桁勝利、2桁ホームランの偉業を達成しましたね。しかしまだ試合数は残っているので、今後の活躍にも期待です。大谷選手はこの記録についてインタビューで次のように語っていました。いいピッチングをしていれば必ずチャンスはあるかなと思っていました。今日も打線がウォード選手がいい本塁打を打ちましたし、先制点を取っていい流れでいけたので、こういう試合を多くできたらなと思います。いつもの大谷選手らしく控えめなコメントですが、あくまで記録達成などに執着せず、目の前の1試合に勝つことを大事に考えているようです。ここ最近3試合は勝利に恵まれなかったので、打線の援護について本当に嬉しかったことでしょう。ということで今回は投手大谷のシーズン10勝目を記念して、レジェンド投手たちが語る投手大谷の凄さとはというテーマでお送りしていきたいと思います。 MLB で投手として活躍したあのレジェンドたちは、大谷選手にどんな絶賛コメントを残しているのでしょうか。野茂英雄さん、松坂大輔さんら日本人メジャーリーガーのほか、 CC サバシア、ノーラン・ライアン、ペドロ・マルチネスらMLB のレジェンド投手たちのコメントを振り返っていきます。彼らのコメントを見ると、投手大谷の凄さをより深く理解できることでしょう。ぜひ最後までご覧ください。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。野茂英雄投手が語る大谷選手の凄さとは。さてまずご紹介するのは、野茂英雄投手から見た大谷選手です。野茂さんといえば日本人メジャーリーガーのパイオニア。1995年に世界の舞台へ乗り込み、圧巻の実力を MLB に知らしめた野茂さんは、メジャーデビューの年にいきなり13勝6敗、防御率 2.54 の好成績を記録。合計236個の三振を奪い、ナ・リーグの奪三振王となります。さらにはオールスター選出、新人王獲得、チームとしては地区優勝を経験しました。翌年にはノーヒットノーランを獲得するなど、様々な快挙を成し遂げたレジェンドです。そんな球界レジェンドは大谷選手の活躍についてこのようにコメントしていました。こうなってほしいと思って見てましたけど、現実こうやって投打の両方で結果を出して、しかも1年間フルで戦えるってすごいことですよ。 MLB はどんなに技術があっても1年間パフォーマンスを維持できる体力がないと結果を残せない。実際に結果を残してきた野茂さんが言うと、説得力が半端ないですよね。今や大谷選手が二刀流で試合に出ることは当たり前のように思ってしまいますが、シーズンを通して二刀流で出続けられること自体が本当にすごいことだと思います。投手としても打者としても必要なトレーニングやコンディションの調整は違ってくるでしょうし、それをこなしている大谷選手は信じられないというほかありません。大谷選手にだけ1日48時間あるんじゃないかと思ってしまうくらいです。もちろんそんなことはなく、限られた時間をストイックに野球に費やしているからこそ、今の大谷選手の活躍が見られているんですよね。本当に脱帽です。バーランダーが語る大谷翔平。続いては2人目、ジャスティン・バーランダー。ヒューストン・アストロズに所属する現役最強の投手と名高い選手です。2006年に新人王を獲得、サイ・ヤング賞2回、シーズン MVP1 回と様々な賞を受賞しており、ノーヒットノーランを3回も記録しているなど、誰もが認める現役最強の投手です。バーランダー投手が大谷選手と対戦した後、こう振り返っています。私は2019年以降、エンゼルスに投げていなかったから、開幕戦で大谷を見たのがその時以来だったんだ。だから彼が二刀流をやっているのを目の前で見たことがなかったんだ。前回対戦した時は打者のみでの出場だったからね。目の前で見てこんな印象深くかっこいいと思った出来事は久しぶりだった。鳥肌が立ったよ。1回を投げてその裏に先頭打者で登場するんだから。そして塁に出て盗塁でも何でもできる最高な印象だった。彼の大ファンだよ。私は彼を3三振に打ち取ったけど、それは大したことではないよ。彼はかなりいいスイングをしていた。ただ僕はいいところに、特に最後は際どいコースに投げることができた。本当に大谷との勝負は楽しいものだった。力の差を見せつけたバーランダーでしたが、大谷選手に対しては甘い球を1球も投げることなく、一流の打者を相手に本気のピッチングを見せてくれました。サバシアンが語る大谷翔平の凄さ。続いては CC サバシア氏です。サバシア氏は200センチ弱の巨体から放たれる制球精度の高いボールを武器に MLB 通算251勝3093奪三振を記録したレジェンド左腕。かねてから大谷マニアを公言する大谷ファンでもあります。今年の大谷選手の誕生日にはツイッターにツーショット写真を投稿し、翔平誕生日おめでとう、まだ始まったばかりだとコメントを残していました。そんなサバシア氏は過去のインタビューで大谷選手をべた褒めしていました。これを言ったらみんな笑うけど、俺はこう言い続けている。これまでの人生で見た中で翔平大谷が最高の野球選手だってね。大谷を見てると冗談だろうって思うよ。だって彼はボールを900フィート飛ばすことができて、マウンドでは99マイルを投げる。他にできるやつがいるかい？他に誰かやってるやつがいるかい？メジャーリーグレベルでそれができるのは彼以外誰もいないんだよ。本当にサバシア氏の言う通りですよね。投げて打ってができる野球選手は大谷選手の他にもいるでしょう。しかし投打の両方をメジャーレベルでこなす選手は大谷選手の他にいません。やはりそこに大谷選手の凄さがあり、球界史に刻むべき奇遇さがあるのでしょう。さらにサバシア氏は今季の大谷選手の活躍を見て、2年連続の MVP にも大きな期待を寄せていました。現時点でア・リーグの MVP はジャッジか大谷だろう。私は大谷を選ぶ。彼を毎年 MVP にしないことが難しいぐらいだ。特に投手として好調、改善し続けてどんどんすごくなっている。直球がいい。大谷選手の投球がどれほどすごいものなのか、 MLB 通算251勝の投手に絶賛されるとよくわかる気がします。シーズン最後まで投げ切って、ぜひこのまま MVP を狙ってほしいですね。ペドロ・マルティネスが語る大谷翔平の凄さ。さて続いて紹介するのはペドロ・マルティネス氏のコメントです。ペドロ・マルティネス氏は2015年にアメリカ野球の殿堂入りを果たした投手で、過去にはサイ・ヤング賞を3度受賞、通算219勝を記録しているレジェンドです。そんなマルティネス氏は過去のインタビューでこのようにコメントしていました。大谷はアンビリーバブルだよ。モンスターのような才能を持つ彼を、私はアンドロイドの才能とでも呼んでおこうかな。またこんな風に話していたこともあります。大谷はそうそうお目にかかれない素晴らしいアスリートだよ。彼は一選手として完璧だ。投げては100マイル、打っては400で足も速い。彼をハリウッドに連れて行ってもムービースターになるだろうね。モンスター、アンドロイド、ハリウッドムービースター。一人の野球選手を表しているとは思えない例えですよね。それほどまでに大谷選手のやっていることは通常では考えられないということなのでしょう。さらにマルティネス氏は現地のテレビ番組に出演した際も大谷選手の能力を絶賛していました。大谷選手をスカウティングレポートの各項目に当てはめて分析するという番組内の企画で、普通なら80点満点で点数をつけるところ、このようにコメントしたのです。私なら直球、スプリット、スライダーに90点を与えるね。そしてマウンド上での存在感と IQ に関しては80点を与えるよ。さらに打者としてのパワーは90点、それから打撃 IQ も90点。彼はボールをしっかり見て、カウント 3-0 からチェンジアップが来ることも読んでいるからね。そして走力、これも90点。走塁の IQ も90点で、彼は人間ではないよ。満点超えの90点連発です。大谷選手レベルになると満点では評価しきれないということでしょうか。殿堂入り投手がこれだけ絶賛する大谷選手、やはり恐るべしですね。もし大谷選手から実は僕人間じゃないんですよねと言われても、やっぱりなと納得してしまうかもしれません。ノーラン・ライアンが語る大谷翔平について。続いてはノーラン・ライアン氏のコメントを紹介しましょう。ライアン氏といえば言わずと知れた名投手。メジャー通算5714奪三振の歴代最多奪三振記録を持つレジェンドです。すでに引退はしていますが、40歳を超えても160キロの速球を投げ、ノーヒットノーランをなんと7回も達成しています。とんでもない怪物投手ですね。そんなライアン氏は今シーズンの開幕前から大谷選手の活躍に期待を寄せていました。翔平が昨年を超える成績を残すのは間違いないね。怪我さえしなければホームラン王も最多勝も可能性は十分あると思う。翔平は今季もサクセスするだろう。さらにライアン氏はピッチャーとして投手大谷の魔球についても言及していました。期待しているのは新しい球種だ。オープン戦では球速145キロ前後で大きく沈む魔球を使っていただろう。武器であるスプリットに加え落ちる変化球が2種類に増えれば三振を奪える確率はぐっと高くなる。大谷はもともと打者の裏をかく投球にセンスがあるので、新たな武器をうまく使えればサイ・ヤング賞だって夢ではないと思うよ。ライアン氏の期待通り、今季の大谷選手は変化球の精度が高く、スプリット、カーブ、スライダーなどの変化球が気持ちいいほどに決まっています。特にエグすぎると各所をうならせる魔球スライダーの空振り率は7月時点で驚異の 44.6%、 それに地面にダイブすると言われるスプリットと160キロの速球、さらにカットボールやカーブを織り交ぜられたら打者はたまったものじゃありませんよね。大谷選手は6月22日のロイヤルズ戦から7月28日のレンジャーズ戦までで6試合連続2桁奪三振をマークしています。これは球団2位の記録になりました。ちなみに1位はライアン氏の7試合連続。今回は惜しくも届きませんでしたが、今後レジェンドライアンに追いつき追い越す大谷選手を見られるかもしれません。そんな可能性を期待させてくれる圧巻の奪三振賞でしたね。ゲリット・コールが語る大谷翔平、最速 101.5 マイルに加え、カーブ、スライダー、チェンジアップなど変化球も多彩で精度の高い球界屈指の投手です。2019年にニューヨークヤンキースと投手最高額の9年総額3億2400万ドルで契約しています。そんなコール投手もインタビューの中で大谷選手のことを興奮気味に話します。俺はとてつもない才能を持つ翔平大谷の大ファンだ。俺も確かに彼のように強いボールを投げ込める。しかし彼のように打つことはできない。そして彼のように打てる選手もいるけど、その選手たちは彼のような球を投げることはできない。俺はただ座って応援しているだけなんだ。このように大ファンだと語り、高いレベルで二刀流を実行している大谷選手の能力を絶賛していました。また大ファンであるがゆえ、大谷選手の体について心配するコメントも残しています。大谷の活躍は本当に信じられないよ。大谷が怪我なくプレーできていることが非常に嬉しい。このまま怪我のないキャリアが続いてほしいよ。とても謙虚だし、これまで見たことがないような選手だ。最高のパワー、球速もすごいし、スプリントスピードまで速い。一人の選手が全ての資質を持っている。そこにあの人間性も加わっているんだ。野球界にとって素晴らしいことで、いい影響を与えるよ。また記者から二刀流への憧れを持ったことがあるかという質問に対しては次のようにコメントしています。僕らは別に投手のみ野手のみで野球を始めたわけではない。みんなできれば複数のポジションでプレーしたいと思っている。例えば左利きでもショートをやりたいと思う少年野球の子供や、ピッチャーもバッターも何でもやりたいという子供もいるだろう。大谷はそんなみんなの夢を実際に体現している。しかもそれを超一流のレベルで。彼がさまざまな世代の選手に影響を与えて、これからも大きな夢を抱き続けられるような存在であってほしいね。投打の二刀流、そして誰からも尊敬される謙虚な人間性、そしてメジャーで投打二刀流なんて不可能だと言われながらも、その常識を覆してみせた大谷選手。コール投手の語るように野球ファンに夢を見させてくれ、再び野球の人気に大きな火をつけてくれた大谷選手は、子供たちの良きお手本となってくれることでしょう。松坂大輔が語る大谷。さて最後に紹介するのは、日本球界が誇る投手松坂大輔氏のコメントです。高校時代から圧倒的な活躍を見せ、平成の怪物と呼ばれた松坂さん、メジャー1年目から15勝、2年目からはチーム最多の18勝を挙げる活躍で、日本人投手の凄さを世界に見せつけました。日本代表として出場した WBC での活躍を思い出す人も多いのではないでしょうか。そんな松坂さんはインタビューで大谷選手についてこのように話していました。とんでもない化け物です。次元が違う。僕も投げない時に DH で試合に出してもらっていたら、バッターの方も一生懸命練習したかもしれませんけど、でも彼に関してはレベルが違います。他のピッチャーのことをそんな風に思ったことないんですけど、彼はピッチャーとしてもバッターとしてもということですからね。今は彼以上の存在はいないでしょう。あれだけまっすぐと変化球を投げて、あれだけ遠くへ飛ばして、あれだけ体が大きくても、ピッチングで言えば体がうまく使えているし、野手としてもスピードがある。ああいう選手は今までにいなかったんじゃないかと思いますね。怪物に化け物と評される大谷選手、なんだかカオスです。投げて打って走って、野球のすべてを楽しんでしまおうと言わんばかりの大谷選手の多彩さには、毎度のことながら本当に驚かされますね。また松坂さんは大谷選手にとっても尊敬する投手の一人だったようです。2021年に松坂大輔引退の知らせを受けた大谷選手は驚きながらもこのようにコメントしていました。今知ったのでちょっとびっくりはしています。僕はメジャーリーグの記憶の方が強いですし、皆さんそうですけど、目標にされるような投手だったと思うので残念だなと思う気持ちはもちろんあります。けど今までプレーしてきたもの、そういうものは僕も勉強してきているので、投げている姿というのは忘れないかと思います。今振り返って成績を見ても素晴らしいですし、実際に投げている映像を見てもやっぱりすごいなと印象を受けるので、できれば実際に打席で見てみたかったですね。松坂さんがメジャーに渡ったのが2007年、大谷選手は13歳でした。きっと大谷少年にとって松坂さんは偉大な存在だったことでしょう。投球フォームがかっこいいなと思いました。ワインドアップで投げるピッチャーも少なくなってきたので、投げ方を真似したりしましたね。ジャイロボールも僕は投げれると思って子供の頃真剣にやっていました。メジャーリーグで活躍する松坂さんに憧れて懸命に練習する大谷少年の姿が目に浮かぶようです。同じように今メジャーで活躍する大谷選手に憧れる野球少年少女たちは多いことでしょう。プロ野球、メジャーリーグに憧れ野球を極めてきた大谷選手、今ではそんな大谷選手自身が子どもたちの目標となっています。きっとこれから大谷選手に憧れた子どもたちが次々と世界の舞台で活躍していくのでしょうね。そう考えるとなんだか感慨深いです。さていかがだったでしょうか。今回は大谷選手の2桁勝利、2桁本塁打の大記録を記念して、レジェンド投手たちが語る投手大谷の凄さとはというテーマでお送りしてきました。実際に活躍してきたレジェンドたちが話をしているのを見ると、いかに大谷選手が異次元なことをしているのか実感させられますよね。私たちは今、球界の歴史に残る二刀流劇場を目撃しているのです。大谷選手と同じ時代に生まれたことを誇りに思いますね。歴代のレジェンド投手からこぞって絶賛される大谷選手は、今回のシーズン10勝目とともに日米通算1000奪三振も達成。打者としてもメジャー通算118本塁打を達成し、あのイチロー選手を抜いて日本人歴代2位となりました。シーズン後半も投打で大暴れ中の大谷選手を今まで以上に応援していきたいですね。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。またぜひ今回の動画についてのコメントもお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。